何ですか今日はですね、元気よく2023年を突っ走ってもらおうと思ってスタッフで考えました。考えた。はい、今日はいつもお昼ランチを食べるじゃないですか、お弁当ね、はい、そこはちょっと今回グレードアップさせていただこうということで、何こちらを用意しました。怪しいな、黒い箱、怪しい、重さどうですか。重さ、重さは結構重い、入ってる弁当入ってますじゃないよ。いや違いますよ、そんな弁当、お弁当でその音だって、はい、あと、おにぎり入れてるだけとか。あるな。お菓子とかやめてよ。お菓子っぽい音ですね。いや、待って、2023年それを食べながらいいスタート切ろうっていうことなんですよ。そうなんで、そんなのお菓子とか僕ら用意したら失礼じゃないですか。いや、お菓子もいい、お菓子ありますよ。お菓子もいいよね、うん、何、ロッテバカにしてんのそんなことじゃありませんはい、もう早速これ、はい、なんだろう。じゃあ、オープン、はい、オープン。あれ、木の助、なんかちょっと高そうやな。へえ、オープン、はい、おお、あ、お肉、牛ハラミ、へえ、木の助、味噌漬け、牛ハラミ、牛ハラミ焼肉用、お木の助タレ漬け、牛ハラミ、あ、全部ハラミか、うん、そうなんです。しかも 250g だから 750g。 おお、結構ありますね。肉いいの。そうなんですよ、今回は肉を食べながら頑張っていただこうと思います。わー、すごいじゃん。しかもこんな箱にちゃんと入って、はい、なんか入ってる紙、はい、ポイント1、焼肉の人気ランキング第2位のハラミ、それなのにおうち焼肉でハラミって登場しませんよねみたいな。ハラミは赤身肉に見えて実は横隔膜にある筋肉の一部なのでホルモンに分類されます。ホルモンは通常のカルビやロースといったお肉とは仕入れルートが違うため、スーパーの店頭になかなか並ばないのです。そこで木の助は食肉業者から直接ハラミを仕入れ、おうち焼肉でもハラミを楽しんでいただけるようにしましたと。ポイント2、味付けありの秘伝タレ漬け牛ハラミと熟成味噌漬け牛ハラミ、味付けなしの木の助プレミアム牛ハラミの3種類の味が楽しめます。解凍して焼くだけで簡単に調理できますと。味付けハラミはバーベキューやアウトドアにも最適ですと。で、3、一番人気は2種食べ比べセット、醤油味、味噌味、250-250で4980円で、今日のこれは3種食べ比べセット、プレミアム、醤油味、味噌味、全部で 250g で計 750g 8980円。でもそんな高くないね。です、食べましょう。はい、通販専用ということで。あ、通販専用なの。はい、あ、通販でしか売ってないんだ。へえ、でもなんか詳しくは概要欄に貼ってあるんで貼っときましょう。はい、そこから皆さんね、入ってもらって、はい、ぜひチェックしてみてください。じゃあそちらを食べながら2023年頑張りましょうということで、はい、じゃあ食べよう、食べましょう、はい、焼きますか。じゃあベーシックなやつからいく。はい、一つが結構でかい。うん、ほんとだ、美味しそう。わ、おっきい、いいね、こういうの。うん、なんでもっと早く持ってきてくれなかったの確かに、3年経って、あったよね、はい、もっともっとあったじゃん、こういう機械あったじゃん。なんで、お得な、しかも結構美味しそう。うん、美味しそう。これがプレミアム、プレミアムハラミです。はい、あ、2枚だった。お、いい感じ。おいしそう。あ、いい香りしてきた。いい香り。食べたいんじゃん。いや、食べたい。ダメ。あれ、今これ最初4枚置いたの、みんなで食べるのかなと思って。そうそう、みんなで食べるために4枚置いたんだよ。食べようよ。めっちゃうまそう。やったー。ちょっと見てみよう。あ、いい感じ。でもいけそうだけどね。うん、いけそう。おいしそうっすね。いや、超おいしそうだよ。本格的ですね。うん。ね、うん、おー、美味しそう。いいな、食べる、一緒に食べましょう。ああ、結構でも店で出てきたら本当上ハラミ以上のクオリティだよ。うん、柔らかそうだもん、すごい、うんうん、だって8,900円だったよな。8,980円でしょ。はい、っていうことは一つがまあ3,000円でしょ。はい、これ3,000円だったら安いな。うん、だって普通店で食ったら多分この5切れぐらいで
1500円とか2000円ぐらいするよ。しますもんね。うん、でどうですね。うん、なるよ。よし、私も食べよう。熱いから。じゃあいただきます。お、やわらかい。あ、これ美味しいぞ。いただきます。うん、うん、おいしい、うん、これはおいしいぞ、うん、おいしい、うん、いける、うん、あの肉の甘みもあるし油と肉のバランスがちょうどいい、うん、うまい、うん、ほんとしかも肉も縮まないし、じゃあどんどん焼きましょう、うん、今度じゃあこれ味付いたやつ、味付いたやつ味付いていきますか。うん、大丈夫だと思う、うんうん、それは 何味ですか。醤油、あ、つけ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 られる、うん、固まってる、固まってない、もう美味しいよ、冗談の、出来上がりがもういいんですかね。この最初に載せたやつは良さそうな、良さそうだよね、気がしますね、うん、タレ漬けね、はい、はい、いただきましょう、はい、おいしい、うわー食べるあ、タレ美味しいわ。おタレはタレでいいね、うん、ご飯が進むね、あーご飯食べたくなりそういただきます、うん、あっ、しかもなんかタレがあっさりしてるのにコクがあんねん、へー、タレいいね、うん、柔らかいね、まだな、うん、うん、あ、弾力すごい、うん、うん、これ全然高くないな、店で行ったら、店で食べたらもっと高い、うん、じゃあ味噌食べよう、味噌、うん、味噌味噌、うん、いけるな、味噌味噌うん、うん、味付けがちょうどいいね、うん、肉の味を邪魔しない味噌風味、うん、とか味噌味、うんうん、確かに味噌、思ってるより味噌味噌してない、うん、うん、あっさり味噌、美味しいですか、うん、うん、肉の味ほんと邪魔しない味付けの濃さ、うん、バランス、うわこれライス食べたくなるけど食べない、どうでした、ほんと、いやこれはいいな、めっちゃ美味しい、俺、はい、冗談抜きで、うん、自分のチャンネルなのに概要欄から買うわすごい気に入ってる、いやほんとこれは俺ちょっと買って食べるわ家で、うん、多分家族も好きやと思う、うん、あと味付けだと、まあ、焼肉も美味しいし、なんか野菜炒め風にしても美味しいし、あとお弁当のおかずでも硬くならなそう、はい、あ確かに、あのとタレで漬け込んでるから、うん、これ家で焼いてこのクオリティの柔らかさのお肉を食べられるのはすごいと思います、うん、いやマジ美味しい、マジ美味しい、家族がいたらこれぴったりですよ、うんうん、しかも量もちょうどいいしね、うん、いい感じで、何かでバーベキュー行く時でもいいですし、うん、しかも簡単に持っていけるしな、はい、だから家から凍らしといて、でバーベキュー行きながら自然解凍していったら、うん、着いた時にはもう、うんうん、できるよ、おー、はい、
そういうところもあるんだね。そうですね、やっぱりね、あの気分よく、うん、うさぎのようにぴょんぴょんと言ってもらおうと、うん、2023年は心変えたんですよ、うん、変えた、いらんことせないと。1年目、2年目なかったですね。そうだね、でも2023年頑張れそうやな。そうですね、よかったですね。やっぱりお肉食べてね、うん、勢いが出そうですよ、うんうん、ありがとう。ありがとうございます。ごちそうさまです。じゃあ残り、じゃあ皆さん食べて、うん、食べよう、はい、食べよう、食べましょう。